おはようございます。時間はですね、もう、5時47分、本日の釣り場でございます。ここは荒川なんですけど、今日はですね、大物釣り選手権 in 秩父カップに出ようと思いましてやってまいりました。ただですね、参加者の方が全部で100人ぐらいいるみたいなんで、このエリアがずらずらずらっと釣り人で埋まるわけじゃないですか。撮影しながらできるかどうかがちょっとわからないですけど、まあ隙があれば撮るような感じになりますかね。まあ、すごい天気良さそう。よし、大きいの釣れたらいいんですけどね。まあ事後報告になるかもしれませんが、よろしくお願いします。あの橋が秩父公園橋っていうところですね。川幅広いから流れもだいぶ緩いですね。この辺はどうでしょうね。地図で見たら、地図っていうかマップで見たら結構岩盤っぽいんですよね、地面が。あそこの旗のところ、あれぐらい、あそこが上限かな、上流の。ちょっと説明聞かないと分かんないですけど、やっぱ狙うならあっちのあの方だな、あの辺り。あんなとこ絶対人集中するでしょう。まあ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 、今日は大会には出ますけど、そんながっついてやるわけじゃないんで、まあ釣れたらいいかなぐらいの感じでやりますんで、まあ空いてるところ、入れてもらってやるかなって感じですね。まだね、なんだ、6時に放流するって言ってたかな、なんだったかな。で、受付が7時からなんですよ。だからまだ1時間以上時間ありますね。それまでは、ご飯食べよう。朝ご飯いただきます。漁協の皆さんですかね。大会本部あそこです。旗がずらーっと立ってて、車がちらほら来始めてますね。まあ始まったらあんまり撮れないかもしれないから、今だけこういう風景いっぱい撮っておきますね。あそこ放流してんのかな今。場所取りが熾烈な戦いになりそうだな。そんな余裕ねえよこんなところで。昔はそうだった。今はもう人件費も高いんだから。よし、今受付してきたんですよね、これ。
ナンバー15。結構早いんじゃないの俺。と、記念品、なんか参加賞か。これ何入ってんだろう、ちょっと見てみましょう。ん？ライト。ああ、ちゃんとロゴ入ってる、秩父選手権。へえ。ああ、でもこういうライト好きなんで、これいいですね。はい。いただきました。ありがとうございます。そしたら、7時8分ぐらいなんで、7時半までに着替えて、本部までに集合してくださいっていうことなんで、準備します。いやー、時間がもう、7時58分、開始2分前ですね。いやー、みんな、続々準備しています。100何人らしいんですけど、90何人まで落ちたみたいですね。ということで、今日は、大物釣り選手権、in 秩父カップ第5回目ということで、いつも動画にですねコメントをいただいております、肉ぐそたけちゃんさん、どうも。今日ですね、私の隣にいらっしゃるんですよ。はい。で、声出しは OK ということなんで、ちょっとご案内していただいたんで、ちょっと一緒に釣りをしていきたいなと思っておりますので、はい、今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。この猛者の中でかなりの重さいますね。前回3位の方いらっしゃいましたよ。そうですね。さっき私の隣でずっとちょっとお話しさせていただいたんですけど、 0.65 ですって。信じられない。50何センチって言ってました。じゃあ私はもう 1.25 とかあるけど、それ太すぎなのかな。そう、それ中心に頑張ってみます。さあ、そろそろもう本になりそうなんで、ちょっと準備しますね。よし。もうだいぶ出遅れましたけどね、やっと仕掛けの準備できたんで。でも人な、2メートルおきに人いますよ。ですね。こんな無理じゃないですか。無理ですね。明らかに人のいないポイントから攻めます。ちょっと行きます。行ってらっしゃい。行きます。浅すぎるかな。浅いですか。そして本命ポイントにさっと人が入られたんで、ちょっとですね、後ろからこう伺ってましたもん。なるほど。変えましょうかね。変えますか。ここじゃちょっと厳しいですね。おお、
一応記録に取ってますね。すごいしなってる。でかっ。鮭だな。あそこが境界線ですね。
マジか、でかっ。レイオンで釣ったのこれ、すげえ。女の人がレイオンであれ釣った。あと1時間弱頑張ってください。場所は悪くないです。あとは粘って。いやー最後にね、あそこの縁のところでずーっとひたすら粘ったんですけどね、ダメでしたよ。あのライズだけはあったんですよ、でっかいのが。あの目印に反応して多分飛んできてますね。で、あの白浜の真下をずっと深く沈めたら、ちっちゃいカジカが釣れたんですよ。一瞬で飛んできましたけど。そしてもうタイムリミットはあと5分ぐらいしかないんで、もう諦めた。これはダメだ。もう早くから釣った人はもうあっちで測って何かやってるんじゃないですかね。もう場所と運ですわこれ。もうベテランっぽい人だらけしかいないのにこんなに釣れないんじゃダメだ。いやー、竹ちゃんさん、来年、ね、一緒に。そうですね、人数引き連れて。そうですね、それが一番です。開始の挨拶とともにダッシュしましょう。ダッシュして場所確保。それやらないと無理です、これ。無理ですね。午前中ね、あっちの、これビトに収まってるんですか、さっきのでかいのって。ね、収まってないです、ね。ああ、なるほど。まあいいです。とりあえずこの後の抽選会だかなんだかで、ね、ちょっとあのありますんで、それ出てですね、なんかもらえるかもしれないですから。ありがとうございます。あの竹ちゃんさん、ずっとカメラ回してくれて本当にありがとうございます。いや、とんでもないです。ちょっと下手くそでしたけど。いやいや、もう本当助かりました。もうわざわざもう。生で永井さんの姿が見れたのが嬉しかったです。こんなしょぼいやつで申し訳ないです。とんでもないです。すいません。じゃあこちらで、はい、釣りの様子はこれで終わりです。そうですね、次は抽選会だ、頑張りましょう。超過がゼロでも本部で検量を受けないといけないんですね、抽選会のために。まあ私は超過ゼロでしたけども、ゼロ引きですと申請してきて、この後の抽選会で進むというわけです。風が強い。さあこの後で何か当たればいいんですけどね、それも当たらなかったら悲惨ですよ。もう1時15分ですけどね、抽選会がなかなか終わらなくて、そしてね、なんかお楽しみ袋ってあったんでちょっと開けてみましょうか。いやー私的にはですね、玉ねぎが欲しかったんですけどね。ちょっと見てみる。お、何入ってる？ん？お、いいじゃない。帽子。お、いいな、これ。あとは？ちょっと待ってね。なんだこのシマノの。あ、なんかこんな入れ物ですね。あと？何？お、グラサンだ。なんか古めかしいですけどね、グラサン入ってました。これ、ああこれありがたい、メガネの人にとっては。なるほど。あとうん、タオル、粗品タオルですね、オーナー張り。はい、なんだシールだぜ、バリバス。このちっちゃいのとでっかいのと中くらいのとまたちっちゃいの。ああなるほど。これはこれで悪くないですね。この帽子良かった。これ今度から俺かぶってこう。はい、抽選会ありがとうございました。まだ続きそうですけどね。そうね、多分もうすぐ突っ込んでた人いましたもんね。そうですよね、もう分かってますね、あれ。5回もやってれば。いやいやいや。
もう1時半、やっと解散ですね。なるほど。結構長かったですね。いやー、最後の最後に玉ねぎです。もらっちゃいましたこれ。これは嬉しいですよ。あの、私は当たらなかったんですけどね、一緒に同行させていただいた方が当てたんで、お裾分けいただきました。あと、竹谷さん、これはありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。あの、そんな高いもんじゃないんで。いやいや、もうこれもう活用させていただきますんで、ありがとうございます。じゃ、今日はもうどうするの、帰られるんですか。今日は、あー、なるほど。そうですね、もうなんだかんだ見てるだけでも疲れますね。そうなんですよね。まだやっぱりやる人いますね。明日がもしやるとしたら、そうそうですね、明日の朝一に来て、あ、じゃあ明日の釣果を写真でお待ちしてますんで。あ、もしやったらですね。やったら元気、元気だったらぜひ、ね、お願いしたいと思います、はい。来週はもう29日タバ、山川か、あ、行くんですね。タバへ、あの、さっきの友達と、いいですね、あと2人で、はいはいはい、タバに4人で行くっていうのは、4人だからタバを4人でやるのって結構大変だと思う。なかなか大所帯ですね。まあ、上下に分かれて2人ずつ、あ、それでいっぱい釣れたらいいですね。なるほど。今日はもうお帰りになられるということで。そうですね、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。私はちょっと、あの、ゆっくりしてから出発したいと思いますんで。もっと早く終わってれば、その豚味噌丼のお店とか。豚味噌丼、野坂、野坂行きたかったな。いいですね。あの、西武の、秩父駅から近いんですよ。あ、そうなんですね。じゃあここから近いですね。近いです。市役所とかある、もうちょっと先になる。あ、そうなんですね。近いです。うわ、でかい。いいですね。来年は、来年は数集めてまた一斉で用意どんで、助っ人が、来年はいっぱいいると思います。プロが来ますからね。そうですね、来年はうちの自称プロがいますからね。プロが、はい、来たい、来たい、やりましょう。そうですね、ぜひ、ですね、はい、ありがとうございます。じゃあ今日は本当にありがとうございました。いえいえ、こちらこそお疲れ様でした。また、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。